後藤明日香は日本のフリーアナウンサー。北海道出身。北西学園大学文学部卒業。2006年4月から2009年2月まで NHK 室蘭放送局の契約キャスターを務めた後、同年3月から秋田朝日放送のアナウンサーとなる。同局では入社1年目にしてスーパー J チャンネル秋田のメインキャスターを務めていた。 2011年の東日本大震災発生時には、震災翌日からテレビ朝日取材班のメンバーとして、岩手県入りし、現地からの報道に携わっていた。また、テレメンタリー2011年9月12日放送分の、もう一度性を聞かせ適席を信じる住宅ケア2000日にディレクター及び記者として携わり、北日本製作者フォーラムにて、番組部門優秀賞を受賞した。 2013年3月に、秋田朝日放送を退社し、フリーアナウンサーへ転校。2015年4月からは、小畜芸能に所属していた。朝日放送の、パネルクイズアタック252011年1月9日、放送分の女子アナ16人大集合スペシャルに、塩地引吉とペアを組んで出場し、北海道テレビアナウンサーの石澤彩子、国井美紗ペアと連合して優勝した。 週刊ポストの特集、地方局出身の美人キャスター図鑑に取り上げられ、同志の関東グラビアを飾ったことがある。いずれもプロフィールページからの参考。ありがとうございます。